次にやっぱ女優になりたいとか YouTube 送るかもしれませんが、今はね、問題ないということで、もう一度ちょうだいだ。さあ行きましょう。続いては、どこか昭和の香りがするあの人の登場ですよ。加藤さん、デミさん、そして天の声さん、おはようございます。ダブルサロンのレズッチです。